マルクジェネイ・ゲレールは、スペイン・サバデー出身のレーシングドライバー。元 F1 ドライバー。世界ツーリングカー選手権に、セアトから参戦しているジョルディジェネは、実の2位。地元、スペイン国内のカート大会において、チャンピオンに輝いた後、F3 に転向。1998年には、ワールドシリーズバイ・ニッサンに参戦し、初代チャンピオンに輝き、 その後フォーミュラを中心に経験を積んだ。1999年にミナルディから F1 デビュー、第14戦のヨーロッパグランプリで6位初入賞を果たし2000年までフル参戦した。2001年にウィリアムズに移籍しテスト兼リザーブドライバー契約を結んだ。2003年第14戦のイタリアグランプリでラルフ・シューマッハの負傷のため大役で出走し予選 決勝ともに5位という成績で4年ぶりにポイントを獲得する。2004年も同様の形で2000出場したが、入賞はなかった。また、F1 レギュラー時代は弱小チームからの参戦であったため、予選18位から22位と、ハイグリッドに沈むことが多かったが、決勝となると一気に順位を上げて、シングルや10位台前半にジャンプアップするなど勝負、強さを発揮した。 2005年から2020年まではフェラーリのテストドライバーを務めた。2008年は F1 テストをこなす傍ら、ルマン24時間レースに、プジョーのワークスドライバーとして参戦した。2009年のルマン24時間レースでは、プジョースポールから参戦し、総合優勝を飾った。2013年は、アウディから世界耐久選手権に参戦。 イギリスフォーミュラ3選手権国際 F3000 選手権、ユーロオープンバイニスン f 1ルマンシリーズインターコンチネンタル、ルマンカップ FIA 世界耐久選手権、ルマン24時間レース。ありがとうございます。